こんにちは、春風旅行社です。オーロラツアーをご案内しています。今回はオーロラ鑑賞時の服装とはプロローグです。まずこちらの地図をご覧ください。この地図でオーロラが見られるエリアというのは上から4分の1ぐらいの非常に寒いエリアです。温度で申し上げますと、冬の北欧でマイナス10度からマイナス30度ぐらい、冬のカナダではマイナス30度からマイナス40度ぐらいまで下がっていきます。しっかりとした防寒着、防寒対策が必要になりますが、肌の露出を極力控えるということも大事です。これは防寒対策がそのまま凍傷対策になるためです。具体的な服装や枚数に関しましては、それぞれの動画でご案内しております。同じタイトル、オーロラ鑑賞時の服装とは、その1からその10までご用意いたしております。どうぞご覧になってください。春風旅行社オーロラツアー、オーロラ鑑賞時の服装とはプロローグでした。